deだいぶゆったりめで来ちゃいましたので、あのそろそろ時間すいませんが、活発な議論をどんどんしていただきたいですが、ちょっと私があの少し、サインを送りますので、よろしくお願いします。佐賀大学、文化教育学部の学部、教員養成の学生をずっと相手にしております。で今日はその中で、一部をですね、紹介をできればというふうに思っております。で佐賀大学の教員養成なんですが、一地方大学でありまして、一応免許が取れるのはですね、私の所属している文化教育学部という、ところです。で、これは、学校教育課程というのが、小学校養成課程で、中学校高校の免許も一応取れますよということですが、小学校は必修です。で、中学校課程はちょっと返すのになくしちゃったんですね。であとはゼロ免、いわゆるゼロ免課程といわれる、3課程があります。あとそれから開放制度ということで、他学部でも中学、理科に関して今書いてますけども、農学部の一部学科で中高の、理科の勉強を取ります。で理工学部の一部学科とかですね、そういったところで、中高の、理科の勉強が取れるように、なっています。で、その地学をですね、地学教育を、教育勉強をところでをやる、その一番大変なというか問題点としてですね、実は佐賀大学の、本庄キャンパス、医学部以外のところの教員というのが、500人近くいるんですけど、その中で地学が専門の教員は2人しかいません。でいずれも私のいる文化教育学で、私ともう一人あの隣の、女性の研究者なんですけども、2人で、地学を全国の資格を担当します。で、それでですね、古生物学と天文学は非常勤、前田先生と藤田先生に、来ていただいてですね、それで、お願いして、やっている。今のところまだ外部非常勤が認められているということなんですが、28年度で、今度改装という形になっておりまして、快速は学外非常勤は人件費されて廃止ということで、この講義がなくなってしまいます。だからちょっと天文学とかがなくなるのは非常に痛いなと思っているんですが、これもまたちょっと文科省の縛りがなくなったので、なんとかしていきたいなというふうに思っています。教養教育の資格ですね。過去で書いてないですが、地学の世界という、そういった講義があるんですが、その地学の世界というですね、教育部の地学もこの2人で担当してまして、とにかく交代で1年おきに必ず教養の授業をしないといけないという、そういうことで、普通の生物の教員とかは、5、6年に1回ぐらいしか、10年に1回ぐらいしか回ってこないんですけども、5、6年ぐらいですかね。なんですが、なんか地学だけは教員側にいないものですから、そういうふうに非常に回ってくるということです。であと地学を教えるときに、まず学生のモチベーションがないということです。で、先ほどの話に出てきましたけれども、高校で地学を履修してきた学生というのはわずか数パーセント程度で、高校で習ってないので、もう最初からですね、地学は分からない、地学なんて高校で習ってないか分かりませんと講義の場合言うんですよね。分からないから今から授業をするんですよって言うんですが、それを知るために授業を今からやる、この講義を行うんですけどって言うんですけども、最初に決めてしまうとか、そういうところでモチベーションがまずちょっと低いということもあります。それからですね、実は小学校や中学校で学んだはずなんだけどもというところが全然覚えていないということですね。例えば月の満ち欠け、星の動き、天気の変化、岩石や地層という、これがですね、わからないんですね。月の満ち欠け、これはですね、大体小学校の教員採用試験によく出ます。夕方、西の空に見える月はどれでしょうというのが、選択肢があるんですね。それ解けないんです。わからないんです。
で、それを、さあ、教えてくださいって言ってくるな、聞きに来るんですね。教えるよ、とにかく見なさいっていうのが一番いいんですけど、まあ、こうやって本当にですね、覚えてないんですね。で、今の学生は完全にゆとり教育の世代ですので、机の近くは中学校で習ってるはずなんですね。今はまた小学校に戻りましたけれども、なんですが、全く、もう本当にですね、いずれも、星の動きもよくわかりません。で、天気の変化も、まあ、ちゃんとしたですね、天気図を示してなってやってると僕もわかりません。とにかく明日、晴れるのかは、テレビを見て決めるという、それだけですね。テレビの言う通りだと。低気圧が来ているかとか、そんなこと何も考えないということですね。で、石とかなんかもう、最も全くわからないことになっています。だからそういうふうにですね、ともかく何も体験をですね、してないんじゃないかというふうに感じます。それから、やはりこの小学校、中学校の教員が、この地学の分野、やっぱり苦手だから、きちんと教えていない、教える教師自身が理解をしていないというのが、かなりあるんじゃないかなというふうに今思っています。いろんな、まあ、現象の教員の免許講師とかもやってますけども、地学は本当にできません。もう、ひどいもんですね。免許講師に、来る先生方がですね、まあ、いやいや来てると思うんですけども、地学をですね、一応受けるんですけども、ね、なかなか全然、すごく苦労して帰ってきます。で、あとですね、次が理工学部や農学部で、だから、文化教育学部というのは、教員免許を出す、まあ、ゼロ年コースもありますが、教員免許を出す目的の、学部です。ただ、理工学部、農学部でも中学校の免許、まあ、高校も取りますけども、特に中学校ですね。中学校というのは、文化政治全部やらないといけません。ただ、理工学部、例えば農学部だと、生物については詳しく学べます。だけども、その他の地学について、どれだけ学んでるかというと、免許上最低限の科目を、理工学部と農学部で、非常勤を採用して、修士講義でちょろっとだけやってるだけです。だから、本当にですね、中学校を教えるだけの文化政治全部の知識があるのかというと、その自分の学科についての知識は高校並みもすごくあると思うんですよね。だから高校は出してもいいと思うんですけども、まあ、私はですね、やはり中学校免許非常に気がちょっと問題があるんじゃないかと、その話も当たっていたりします。まあ今日こういった学生はですね、まあ、免許を取ることに対して、そもそも教育に対するモチベーションがないんですね。免許は取っていこうというか、それだけの気持ちです。で、地学の基礎教養がないというのは、これと同じなんですけども、その、ですね、大学でも一応集中で、まあ、最低限の、講義と実習を受けているはずなんですが、それが、全然、まあ、何も、役に立ってない。で、そのレベルもですね、中学も、3年になって、私の授業を受けに来るときに、中学校レベル以下で何も分かってないということですね。で、企業だけの実習をやっていますということで、観察や実験というのを行う機会を持ってないんですね、地学に対して。で、地学で観察や実験を行わないということは、何も理解できないというか、体験がないというのはやっぱり良くないんじゃないかというふうに思っています。で、これはよく言われるあるものですけども、地学教育というのはスパイラルですね。で、まあ、地学がわからないという学生がもよらず、まあ、学生とかいう人がたくさんいると、まあ、学生がいると。それは、ですね。で、そういった学生がですね、まあ、大学に入ってきて、地学を十分に学ばないでですね、教員免許を取ってしまう。取れてしまう。そしたら、教師になったときに、地学の知識がないままに、児童や生徒に、授業をする。まあ、ごまかしですね、やっていく。で、これ実際にですね、佐賀県の現職の先生で、ちょっと聞いたんですけども、小学校はですね、研究授業をやる、まあ、学校では研究授業をとっても多分あるんですけども、理科では研究授業はないから、理科のなんか講習とか、新たに学ぶということは、必要ないんですよなんて、だから今の方は例えばこうなんか、そういったサイエンス科とかでもですね、小学校の先生は来ませんよ。自分で学ぶ、研究授業でやらないんだからもう学びませんよというような、
そういったですね、学ぶ気がないという理科はですね、真面目にも教師になってさらに学ぶという姿勢が少ない教師も多いという、そういう話を言われています。で、そういう教師に学んだ児童や生徒というのは、きちんと学校の授業で地学の分野が、さらっと流されて、教科書の表面だけを流されて実習もしないで、なんか石は黒い石と白い石に分けたらいいとか、粒がザラザラしてるのと、ちっちゃい石に分けたらいいとか、それだけで済まされてしまうというようなですね、そういうふうなことが行われて、結局何を学んだか分からない。で、知識として残らないまま知覚が分からないです、学生をまた大学に送る。で、こういう、まあ、変な引っ張られが出ているので、でこれを断ち切るにはですね、我々大学の教員免許を出すところで、スパッとですね、もうダメな学生は落としてしまう。もうどんどん落とすという。そういうことをやっていくことが必要だというふうに思って今やっています。でですね、まずは文化教育学部の、全部、小学校教員養成課程ですね、いわ教員免許を全員取る。学生90人なんですけれども、90人の学生に対して、どういうふうにやっているかというとですね、ちょっと違いますが、理科工業より実験という、まあ、オムニバスなんですけれども、2年生の後期に行っています。で、4コマと5コマ目を使って、180分の授業です。で、まあ、近くの分野はだから文化政治で、やりますので、90人を 4クラスに分けて、入れ替えながら、やっていくんですけども、まあ、最低限ですね、まあ、こういった石が鑑定できるとかですね、地層の形成について理解するとか、まあ、雲の出来方は理解しますとか、本当は天気図やりたいんですけど、天気図はちょっと多分無理なので、まあ、雲がどうやってできているとか、動いているとか、まあ、そういうできるとか、そんな辺の話を実験を加えてやっています。あとは、星空、夜空を見上げるように興味を持たせるという、そういうふうなですね、ところでやっています。で、どんな感じでやっているかというと、例えば岩石の観察です。岩石はですね、火星が堆積が、とにかくですね、ここに書いてありますけれども、最終試験をします。まあ、石を大体6個ぐらい並べてですね、一人ずつこう書かせて、まあ、並べて、こう列に並べてですね、石を 見させて、鑑定を、その試験をする。で、それが成績に反映しますよというと、やはり学生はですね、必死に学ぶ、勉強します。ということで、火星が大切なのは、分類、一応講義もしてですね、標本を授業で観察します。で、こうやって授業を観察している様子なんですが、必死に観察します。やっぱり試験があると、今度ですね、必死に観察して、で、これを早めにやってですね、半期の前半ぐらいにやって、一番最後の試験ですので、かなり、いつでも見に来ていいよということで、やらせています。で、時々というか、結構試験前になると、頻繁に観察に来ています。はい、で、定着度はどうかというとですね、教師になった後も、大学で必死に岩石を観察したという記憶は残っているというですね。だから石をなんか一生懸命見させられたという記憶は残っているということで、まあ、それがどこまで観察力がついたのかわからないですけども、やはり石も見方によってはいろいろ違うんだということが前は分かっているみたいですね。であとは、ついつい間違って石を見てしまうという、そういったことも言ってました。ただ、原子力は非常に不法でですね、これ、教員免許の講習でやるんですけども、石の名前なんて生徒から聞かれても分からなくてもいいじゃないかと。だからそういうね、アンケートがありまして、同じとこやったんですね。すごく原子力教育が不要です。もう知らなくて、そんなことを知らなくて、もう教えればいいんじゃないかと。そういうようなですね、ことを言われています。で、次がですね、まあ、こういった透明パイプを使ってですね、耐水実験をやったりしています。で、これでですね、間接的に流れてきて、基礎ができるという話と、あと、学生で面白いことを言ったのはですね、まあ、泥というか細かい砂を入れて、その上に液層を入れたときに、蒸気が入れ替わらないんですね。ああ、そうか、やっぱなんかズブズブズブと埋もれていって、入れ替わるような
感覚があるらしくて、あ、そういう風に考えてたんだなという、なんかそういう、まあ、学生自身も地層ができるところの様子を、まあ、知るということができています。ただ野外実習はですね、ちょっと90人を連れていくというのはなかなか今考えもので、少し今のところそれができてないのが問題点です。で、月の満ち欠けとか天文に関してはですね、まあ、これはよくネットで出てくるんですけど、こういった立体月齢で早見版を作って、見させていくとかですね、あとは一応講義ですね、太陽、地球、月の位置関係と、月の見え方というのをですね、よく説明していますが、なかなか立体感がないので、すごく悩んでいます。ただ、まあ、こういうので、横から見たらどう見えるよねという、太陽はこっちなんでねという、そういう、ところで説明をしています。あと、星の観察はですね、これ、夜なんになるので、希望者だけのですね、天体観光会、観光会という形で、大学にこの簡単なスライディングループを作ってもらいましたので、屋上にですね。それで、やってます。で、佐賀はちょっと透明とかあまり良くないので、まあ、大根の星空ぐらいは見えるかなというぐらいです。で、あとですね、この理科、この中でですね、理科専修という場合、特に、理科を詳しく学んでいくコースがあるので、ここの学生にはもっと必死にやってます。で、どういうことをやってるかというとですね、ここは小学校免許は絶対取るんですけど、中学校と高校の一の、理科の免許もほとんど卒業していきます、取っていきます。だから、実習重視な地学教育をやっていきます。で、特にですね、野外観察を必死にやるということで、まあ、外に出る機会があるときに、地学を必ず地学の観察をやるということで、合宿研修というのがありまして、 1,2 年生を連れていくんですけども、まあ、行き先は雲仙と阿蘇、それを毎年書いてます。で、こうやってですね、これは雲仙に行った時の、まあ、大量流れがあると観察したとか、これは有明海の干潟の中の生物を観察しているとか、これは山口にある天馬っていう望遠鏡を見せてもらったりとか、これサキットですね、これは阿蘇の川とか、これは雲仙ですけど、まあ、そういったいろんな地層を見せる、それとにかくいろいろ経験させるというですね、ことをやっています。経験させて、まあ、1年やってるから、まあ、あんま説明できたりしてもわからないですけども、やらせています。で、基礎実験というのがありまして、これで天文気象地質全部を2人の競技でやります。だから、だからですね、天文は実は天文学って3年生から習うので、2年生では天文学に習ってないので、ちょっとですね、まず説明をしていくとなかなか実習ができないという面もあります。で、実際はこうやってですね、これは火山灰の鉱物を見てて、これ岩石の白煙を作ってて、これは平行顕微鏡で観察しております。これは、まあ、露天温度。で、これ、これ、やっぱり普通の学校だと、こういった、簡単、普通の望遠鏡なので、こういった、持ち出し方の望遠鏡を出して、組み立て方とか、特定の観察の仕方とかを指しています。これは、直角デジタルの測定ですね。で、こんなのをやっています。あとはですね、これもこのまま終わったばかりなんですけど、2年にですね、集中講義で地学巡検というのがあります。これが6日間、60時間やらないといけない実験なんですけども、4泊5日でやってます。で、九州内の、教員養成課程の地学で、まあ、野外実習を、まあ、大体普通はですね、日帰りでしかやってない、他の大学みんな聞いたら日帰りでしかやってないということなんですが、うちは4泊5日、まあ、本当は5泊5日でもいいんですけど、まあ、一応まとめ1日ということで、4泊5日で徹底的に教え込みます。で、地質調査の、まあ、基本的には地質調査の実習です。で、昔は巡検という名前通りで、重要なところでは東北方で見てもらったんですけども、観光にしかならないんですね、それだと。何も身につかないので、知識がないんですね。だからもう、野外実習、調査法を学ぶと。いうことを元になります。で、今度は施設図を書いて観察させて、夜はまとめ会ですね。で、それを反応でまとめます。で、発表会をやって、でこれはあとはお遊びで滝滑りをしたり、そんなのを取っています。
で、クルノメトルの使い方はですね、だからこれでだんだん覚えます。で、しばらくすぐ忘れるんですが、こうだったよねって言えば思い出します。そのぐらい、これ何分何分かっていると、これ身につくんだなと思います。で、これは、ロトルスケッチや通常図の書き方もですね、したいことでまた複雑でない限り可能です。で、プレゼンの練習もやりますので、プレゼンも少し慣れてくるということと、あと、最終的な感想文で、4年の大学生活で最も印象に残っている実習ということになっています。楽しかったよねという、そういった印象が、辛かったけど楽しかったよねという印象が残っている、そういう、事業です。で、多学部向けの講義ですが、先ほど言ったように農学部と理工学部向けですね。で、これはですね、中等理科教育法という、6という、本来はだから理科教育法なんですね、3年後期になります。ただ、だから理科教育法をやるべきの授業なんですが、うちの学生、文化教育学部の学生と知識についてのレベルの差がもう雲泥の差なんですね。だから全く同じ授業ができないんです。結局ですね、何やってるかというと、もう一回基礎から教える。石の分類についてとか、地層のでき方についてとか、そういうことしかできません。だから、教育法までたどり着けないというのが実情です。で、半日だけですね、野外実習に、最終的に連れて行きます。大学からちょっと離れてるんですけども、で、観察をします。適当にちゃかちゃかっとやってて、スケッチをですね、レポートを出すんですけども、本当にですね、レポートはひどいです。理工学部とか、実験でレポートがあったじゃないかって言っても、全然ですね、レポートを書ききりません。実験レポートはですね。で、スケッチも、線が書いてあるだけで、まるでスケッチ、路頭のスケッチになってないというですね、一応、簡単に説明するんですけどね、中学校の教科書を使って説明するんですが、本当に身にも何も身についてない。だから、ついでには通用しないって書いてますけども、もう中学校免許をついでに取っておこうというですね、のはもう無理じゃないかというのが私の、言い分で、いつも教授会によく言うんですが、なかなか受け取ってもらえません。理工学部、農学部がどうもかなり反発があってですね。ただ、この、教育法の合格率、大体2割ぐらいです。理工学部、農学部でしか通りません。で、今年の春は、今年の3月に卒業した学生で、結局は大学院まで行ったら4回受けられるんですけど、4回受けて全部落ちて興味が取れなかった。でそれでなんで取れなかったかという親から訴えられまして、大学でいろいろ調査委員会が開かれて大変な思いをしたんですが、本当にできないものはできないということで、もうどんどん落とす、もうダメなものはきちんとしますよということです。で最後です。すいません、ダメになりました。で、これ、さっきの、野外実習のですね、地学準拠の必死半分でまとめをするんですけども、前はこうやってこうやらせて発表をやらせて、真摯にやってます。だから、教員寄せコースでも実習を重視した授業をカリキュラムで必死に残す。なかなか加えるのは難しいんですけども、もう確保していくことという、それをしていく必要がかなりある。強く主張しないと、どんどん削られていっちゃいます。で、中学校免許はですね、やはり、開放性はちょっと無理じゃない。開放性というのは中学校免許の取得率は無理じゃないかなというのが、私もさっき言った通りです。で、あと、平成28年度から進学部に変わります。教育学部というのが変わるんですけども、と芸術学部という2つに分かれるんですけども、大学院が教職大学院になってしまいまして、ができまして、今の教育学研究科というですね、それぞれの理科の、理科とか、そういう専門をより、詳しく学べるという、そういうコースがなくなってしまうので、教育の質の低下になるというふうに思っています。あと、現職教員の再教育は難しいなと、地学をまた、ちゃんと教えてもらうように、教員免許講習で地学をちゃんと教えてもですね、すごく反発を買ってですね、現職教員なんかしてやっぱり、なかなかもう大学の時に学んでないと、もう自分のスタイルが出てきて、難しいなというのが感想です。すみません、以上です。
2点聞かせてください、はい、まず1点目なんですけど、小学校教員養成課程は、まあ、どの大学でも教員免許取らないと卒業できないんですけど、はい、で中高のほとんどの学生が取ってるっておっしゃってたんですが、はい、キャップ制とかっていうのはどういうふうに採用されてるのか、あるいはないのかとかいう、ちょっとその履修システム上のお話を単位の問題ちょっと1点目を教えてください、はい、2点目はですね、はい、ちょっと我々の今までやってきた、まあ、JPGU 側とかですけど、ちょっと逆のことをおっしゃってるので、そこをちょっと議論していただきたいんですけど、はい、そのまさに最後の2個目ですね、教員養成学部に集約で開放制はダメって書いてあるんですけど、逆に教員養成学部の、小学校教員、中学校教員の理科の力が落ちてて、逆に理学部から中高の理科の先生に非常に今なりにくくなってるのを問題視してるんですよ、うん、で本来は 理学やら工学やら農学やらをしっかりやってで基礎科学をベースに持った人に中高の理科の先生になりたいとかなれるようなシステムにすべきであるけれども、もう年々ですね、教職課程の方も増えてますよね、でますます増えてますよね、もう2年か3年前から次に4年生には教職実践演習とか入ってて、でその辺はその先生のお考えなのか、佐賀大学全体としてのお考えなのかっていうところをですね、ちょっと我々の認識と180度逆なので、はい、その辺のお考えのところを整理して、ちょっと意見を伺いたいというところでお願いします、はい、まず最初の質問なんですが、今の1年生からですね、今までの場合、単位の上限とかなく自由に取れてたんですが、今の1年生からは GPA で、2.5 以上でないと、その次の学年の、単位の上限が決まってきて、中学校一種が取るのがあまり成績悪いと厳しくなってしまう。ただ、そういう面があります。で理科の数がどうも文化教科部で実は相当 全般的に言うといいらしくて、ただそれは文系だけであって、理系の数学と理科はどうしてもやっぱ厳しく採点するんだと思うんですけども、 GPA が低いという、だから、中学校免許が取れるからどうかなというなんか少し悩んでいるところが学生あります。ただ、そういうのが導入されてすぐなので、まあ、学生は次から必死に今勉強している状況で、全員が今から取れるかどうかちょっとすごく難しい面があります。で、言われたこの、開放性の問題なんですが、確かにですね、例えば地学部ということに関して言えば、地球惑星科学に関連した、大学の 学科を出た方が、教員免許を取っていれば地学についてはいい。ただ、中学校の授業というのは、地学の先生とか生物先生と分かれていないんですね。そういうことで見ていくと、これダメというのはこれ私の意見です。そういう面で見ていくと、現在の佐賀大学の状況を見ると、もう理工学部に地質系の学科がないんですよね。で、地学の教員しかいなくて、もう全く地学を知らない状況で中学校免許を取っていく。そうすると、本当にダメだろう。やはり、教育学部でしっかり、講義をやっていく、だからピーク制のようなですね、中学校の、例えば中学校教育生活の理科とかですね、そういったところをの教育をもっと充実していく方が中学校に関してはいいんじゃないかと。高校は確かにいいと思うんですけども、中学校で、それで小学校に関してもですね、ここは小中階層ごとはですね、小中連携で小学校の免許と中学校の免許両方取ることになるんですけども、小学校2種にして中学校1種にしてということで、中学校に比率を置いた。でその中でさらに科目で分かりますので、中学校の理科を1種にして小学校免許を持って、でそれで小学校に赴任するとか勤めるとか、そういった形の方がよりいいんじゃないのかな。だから大学で本当の専門課程を学ぶ、確かそれもいいと思います。ですけども、それだけではその分野には大切はいいんですけど
ども、なんか地学という面ではいいんですけども、教育という面に関すると、やはり、まんべんなく学べるコースはどこかというと、やっぱり教育学部しかない。で、教職、だから教職がちょっと多いのが、我々も困ってて、もっと教職を減らしてほしいと、教科専門を増やしてほしいというんですが、思ってるんですが、それはちょっと、うまく仕方ないので、まあ、一応まんべんなく学べるのは、教育学部じゃないのかなというような、そういう意見で私は。それはやはり、農学部さんとか、はい、理工学部さんで理科の免許を取ろうとすると、いわゆる教職免許法の最低限の理科の単位だけで、はい、教科に教科のものに関してね、はい、で取れちゃうよと。それに一方で教育学部の方の、文化教育学部の学生さんは、まあ、多分理科選手の学生しか中高の理科取らないんだと思うんですけど、はい、その場合は国家政治ともにその最低じゃなくてそれ以上に理科の教科の科目の方でしっかり勉強できますよという体制に今なってますという。あ、そう、その通りですね。よろしいですか。はい、だからその通り、そういうことで、まあ多分他の大学の中学校養成課程も同じだと思うんですけども、そういう面ではそれ誰かそういう方に作られた、ところでかどうか、でそれで例えば小学校にもし小学校の免許を取ってほしいとか、いうような形の方がより教育効果が高いんじゃないかな。専門性高くなるんじゃないかな。問題点の認識は多分一緒で、要は医学部とか工学部とか農学部の学生さんが理科の免許を取るときに自分の専門以外の分野の部分の科目をきちっと本当は我々は教えたいんだけど、教えなくても免許は取れるよっていうところに問題点があるという。あ、そこは同じだってこと。それはその通りですね。だからそこができればもっといいと思います。あ、わかりました。じゃあ大阪の高校の教員の和田です。先生多分分かって言っておられると思うんですけど、中学校の教員免許だけじゃなくて高校やからこそね、特に中学に限って言えば高校の免許だからこそ地学を学んでもらうとね、現場では結局は地学の教員もいない学校で、今度地学基礎が開放されてるんです、はいはい、そしたら逆に先生おっしゃるその中学校の先生に求めてはるようなことを高校の先生免許の時にね、しっかり勉強しておいてもらわんと、結局地学を知らない、ほとんど学んでない高校の免許を持っている人が現場では地学基礎という科目をね、持つ可能性が大きくなってるんでね、やっぱり先生おっしゃってるのは多分高校の免許を取る学生さんにも僕は必要なことだろうなと思ってお聞きします。はい、ありがとうございます。一応高校の教員採用は一応科目で物理とか科学が一応分かれてますので、ただ本当はそれだけ教えるわけじゃないんですが、高校の方も確かにその通りで、先生それは分かってないんですけどね、残念ながら物理とか科学とか生物、それから地学もそうなんですけども、他の科目をやっぱ教えることあるんですよね、はい、ところが地学についてはその高校に地学の先生がいらっしゃらないケースが多いんですよ。そうです。だから余計に高校の免許を取れる方が中学と同様にね、全て教えてる。その中でも僕やっぱ地学をね学んどいてもらわんと、物理の先生とか生物の先生が大学の地学を担当するケースがこれから増えるんじゃないかなっていう気がしてるんです。あ、そうです。で採用試験は確かにね科目別なんですけど、現場ではいろんな科目を教えられるので、やっぱりこの地学っていうのもね、他のでまあ、多分宮本先生もつながると思うんですけど、やっぱり基礎的なことは全部知ってほしいなというふうに思っています。はい、その通りだと思います、はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。ではちょっと私の不手際でだいぶ時間が来てるんですけど、まあ半となると厳しいので、まあ2あと25分と30分の間ぐらいにすみません、懇親会の方も時間が決まってますので、じゃあここでちょっと数分休憩をしたいと思います、はい。